横須賀目線。先日東京で行われた東京都知事選、それから東京都議選ですね、はい、こちらでも何が浮き彫りになったかというと、既成政党への国民の不信感がものすごいんだってことが如実に表れていましたよね、はい、で自民、それから立憲、そして共産、維新、それぞれに、まあ、国政政党として、まあ、次の選挙に向けた戦略の練り直しっていうのが一つ必要になってくるんですが、うん、まあ、関西においてちょっと今日は維新に注目したいと思うんですけれども、まあ、馬場さんと吉村さんがですね、少し温度差があるんじゃないか、場合によって対立があるんじゃないかというような指摘も受けているんですけれども、馬場さんの会議でこんな発言してまして、これは党の組織内部に対してなんですけど、仲間をですね、まあ、後ろから撃つなと、そしたら党が潰れてしまうという話もしてますし、まあ、吉村さんはその性格通り、もうずっと一貫してるんですけど、やられたらやり返すスタンスをどの政党ともやるんだということなんですよね。まあ、そうこうしているうちに、これ揺らぐ戦略、あえぐ維新というのが、これ各所いろんな取材を通して見えてきました。で今維新なんでこういう状況になっているかといいますと、こちらですね、維新として看板政策も含めてどこに旗を立てるのか、その肝ですねが見えていないということが挙げられます。一体なんでこういう形になったのか、こちらです、うん、これあの維新とかの国会議員とか地方議員とか、まあ関係者含めてもう幾人にも取材をしました、うん、この先月26日の会合ですね、はい、これは吉村さんの呼びかけで始まりました、うん、で国会でのこの自民党のいろいろごたごたですね、それを受けて、まあ議員たちに説明した方がいいんじゃないかということで開催されました、うん、でなんで馬場代表がですね、この仲間を後ろからバンバン打てば維新が潰れるかというと、この前にですね、若い議員が先輩議員などを小馬鹿にした発言があったと、このごたごたをめぐって、はい、だからちゃんとこれ牽制しておかないと、建設的な意見が上がってこないからこういうことを言ったんですという主張です。で吉村さんはこの会議の中で何を聞きたかったかといいますと、結局自民党の国会での交渉は決裂したので、どうやって自民党と大喧嘩するのと。で大喧嘩っていうのは、この馬場代表もいわゆる藤田幹事長も自民党大喧嘩するって言ってたから、そのどうやって何を具体的にやるんですかってことを聞いた、はい、で馬場さんはこの会議の中で、喧嘩といえばまあ選挙ですよと、うん、ただ自民党と口を聞かないとかではないと。で吉村さんはもう今ブラックボックスになってますけど、政党からまああの議員個人にわたる、この使い道のわからない政策活動費、これそのものをもう身を切る改革をやってるんだから、うん、廃止こそ喧嘩のやり方ではないですかということで、うん、一旦これ方針廃止、維新としては決まりました、うん、ただその後いろいろ他の話をしていく中で、やっぱりもう一回、うん、やっぱり自民党と同じ船に乗ってると見られないためにも、この政策活動費こそ肝なのです、うん、趣旨の発言を吉村さんがして、いやもうその話終わったやんつって、その話もう終わりとピシャリと止めたという流れです。ただあの吉村さんも実はその自民党と交渉するときに、こういうふうにやりますよっていうのは幹事長から報告を受けてるから、うん、いきさつ知ってるやんって思いはやっぱり国会議員の中にはあったということで、ちょっとイラッとしたということなんですね、うんうん、じゃあこのやり取りをオンラインで参加していたりした議員を含めてどう見ているのか、それぞれこれも温度感があるんです。こちらです。維新関係者、これは昔からいる人なんですけれども、こんなの平場ではしょっちゅう意見のぶつかり合いなんてこれまでもしてきたよということでした。でこの大阪府議からはこう見えてます、まあ、久しぶりのね、あのそもそもこういう会議の場だったということなんです。で維新は良くも悪くも意見を言える環境であるということです。でやっぱりこういう見方もありました。やはりですね、馬場代表と吉村さんがヒートアップしてたよ、どうやって冷まそうかってことを考えていたということですよね、はい、でさらにこんな意見もありました。最初の冒頭の馬場さんの後ろから打つなよ発言を受けて、うん、ここの場では意見を言いにくいやと、意見を言ってしまったら公認もらえないかもしれない心配までしてる議員までいるわけです。温度感様々ということですよ ね、 このね、政治資金の、ね、問題をめぐって、うん、そもそもこう維新として自民党に賛成したかと思ったら、うん、すぐにこう反対したってことがあったじゃないですか。あの背景には結局何があったんですか、はい、国民から見ると非常にややこしいという話なんですけど、このあたりも聞いています、取材をしています。こちらですね、まずはこの政策活動費について領収書です、10年後に公開しようというふうに、まあ、自民と交渉したということが、これ吉村さんも指摘している自民に譲歩したように映りますよねと。でなんでじゃあこういうことをしたかというと、こちらです。
維新のこれ悲願なんです。もう数年前から旧文通費、これは完全に税金が入ってて国会議員に月100万円支給されるんですけど、これ何に使ってるかもう各政党わからないんですね、うん、これの使い道などの公開をしたいというのが維新の悲願でした。でこれをめぐって自民党と交渉をしたということなんです。その経緯がこちらです、うん、遡ることこの5月29日なんですけど、茂木さん、麻生さん、岸田さんで、これこの時もう公明党が自民党と政治資金の改正法をめぐってもうバチバチだったわけですよね、うん、で公明が乗らない時を考えて維新を抱き込もうということで、この3人で維新案で再交渉しようと。でその場でこの総理の最側近と言われてます木原さんに総理電話して維新と交渉してくれ、うん、で木原さんはすぐに遠藤さんに電話をして、はい、生活費の議論を、ね、してほしいと。その代わり旧文通費の改革はするからというふうに言ったんです、うん、こういう裏の交渉があったんですね。そうなんです、うん、でその直接の交渉役は藤田さんと木原さんということなんですけれども、当然維新側は今国会中にということを何度も申し入れてたんです、うん、自民側にやってくださいよ旧文通費、はい、ただそれをそもそも合意案にこの今国会中というのを明記するの、期限を明記するの難しいんだということなんです、うん、総理がやると言ってるから信じてほしいということと、この国会日程については、まあ、国会対策委員長の権限だからなかなか勝手に期限を入れることはできないという主張だったんです、うん、じゃあその国会対策委員長どうだったかと言いますと、はい、岸田さんからこれ浜田さんという自民党の国対委員長がいるんですけど、とても曖昧な指示しか出してないんですね、うん、なんとか旧文通費もお願いしますぐらいだったんです、うん、期限は一切言ってない。で浜田さんとしては期限のこと、いや聞いてないんだからということで、先月11日日程的に見ると厳しいんだよということで、うん、えって維新側はなって、うん、どういうことってなったんですよ。だから嘘つき内閣やって始まってしまって、うん、結局この政治資金法の改正、うん、衆議院では賛成したけど参議院では反対だったということなんです、うん、でこの交渉の責任者だった維新の遠藤国対委員申し訳ございませんと詰めが甘かったんですということはこれ認めているという構図、うん、じゃあ次何をするのかといったときに、まずちょっと抑えなきゃいけないのが、まあ、大阪も府内の選挙でも、それから東京でもそもそも都知事選の候補者も立てられなかった、都議選でも2人立てて敗北したと。でこれはなんで一人で身を切る改革にブレがあったからということで、維新の原点に立ち返ろうというふうに今話出てるんです。自公過半数にこれ追い込むと、まあ、これがそもそも目的でしょうと。であとは身を切る改革、この納税者目線でやっていくべきだと、うん、もう一から出直すしかないやというような会議を受けての議員たちの声ということなんですけど、はい、これそもそもなんでこれちょっとブレちゃってるかと言いますと、うん、当然こちらですよね。そもそもこうなかなか公約に当然入れることができない反対多数になった大阪都構想、これをやるために維新ってできたようなものなの で、ね、これが旗として触れないから次身を切る改革なのに、そこもやっぱり交渉ごとでなかなか難しいとしてブレてしまうというこの現実があるわけですね、うん、だからやっぱりこちら、これが弱小政党の苦悩なんですと、まあ、自分たちで認めているわけなんですけれども、いかに成果を上げながらそれを信頼につなげていくかというところなんですが、まさに存在感を放てるのか、このまま埋没してしまうのか、今後の維新というのは党勢の衰退するのか拡大するのかも含めて焦点ということになります、はい、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。